皆さんは、エイペックス界における最弱武器をご存知ですか？なんか急に始まったぞ。ショットガンなのにもかかわらず、最大ダメージは脅威の45。ワンマガジンで落としきれない。キングオブザコである。アタッチメントのハンマーポイントをつけてなお、ちょっと弱いショットガンである。少しは強いんだな。相談数増えて強くなって、お次は P2020。この武器も元の状態は最弱である。一発のダメージは15。こいつはハンマーポイントをつけると化ける。そんな武器となっております。まあどちらにしても最弱武器には変わりはないので、こんなことしても怒られないよね。武器の死体打ちやめろや。でもこんな武器にも、若みたいに強くなる時間があったのです。嘘はダメだぞ。嘘なんかついてね。どうも皆さんこんにちは。バンバンは、今回から試験的に字幕を変えてみました。良いか悪いかはコメントでよろしくな。悪いと思います。誰が変えたんだろうが、とりあえず最初のクリップは、4月1日のイベントです。上からパーリーピーポーのやつ？上からパーリーピーポーって何？ボールが降ってくるやつだな。そうです、それです。いつ頃降ってくるの？ミラ効果音が鳴ったら降ってきます。らしいです。ちょっとは調べてからやって。今回何も調べてなかったからね。素の反応の列強さんを見れます。見ないで。どっちなんだそれは。別に何も思わないです。本当に初見ですか？実は2回目。おふざけはその辺にしておけ。今のなんで私が叩かれたんだよ。身代わりの術。できてねえからな。こいつ終わると金魚が出てくんですよ。アンパンチ。この輝きは伝説のモザンビーク先輩。今日は恩だからやめて。二丁も出てくるのか。いいや、二つとも持っちゃえ。バカか。遠距離のこと何も考えてないかす。悪者扱いされてる。仕方ないですね。この私が二丁持ちの強さを教えましょう。じゃあ見せてもらおうか。ここで待ってると敵が出てくるので、めっためたにしてやりますよ。ダメージレース負けてますよ。弱くない？お前が弱いんだよ。お願い殺さないで。屈伸レレレされるとむずいよな。今の場面二丁もいらないでしょ。頑張っても落としきれるのが強み。格殺取ってアーマー変えましょうか。それしたいったよ。私も行くけど一応撃って。了解です。飛び出して撃つモザンビークは最高だぜ。どうですかモザンビーク強いでしょ。正直今のならウィングマンの方が強いな。そういうこと言わないでよ。なんだこのメンツ。今回なんとも驚きなんですけど、エイペックスゆっくり実況者杯に参加させていただきました。いやちょっと、お前とお前やばくねは？どうなってんのこれ？落ち着け。落ち着け。よっしゃ任せねえよ。どうなってんだよ本当に。今回なんと直々に招待をいただきました。割と初期に招待されたっぽいので、今大会に出場できました。やばすぎだわ。本当に天才一部だね。お前暇したら殺すからな。慈悲をください。今回私とご一緒させていただく方は、ナさんとエダさんになります。これまた心強いな。本当にお誘いに了承してくださりありがとうございます。お二方のチャンネルは概要欄から飛べるのでぜひよろしくな。シャドウアンタ被ってるね。戦争と行こうじゃないか。相手マスターだぞ。それは聞いてない。思いっきり被ってるけど大丈夫か？心配ご無用です。思いっきり殴られてますが。なんで暴力なんてするの？ NPO 法人に訴えますよ。そこに訴えたところで何も起きねえよ。ちょっとこれ位置が降りすぎますね。とりあえず焦らなきゃ。ナさんの方に固まっちゃってる。おいおい急がなきゃやばくねえか。かなりまずい状況でございます。ナさんの状態結構きついね。これ漁ってる場合じゃなくて急いで向かうべきでした。一人ダウンしてるな。ナイスすぎる。ここでワンダウン取られちゃったの厳しいわね。ここ格殺されないようにしなきゃ。スキャンしようぜ。今は蘇生中ですか。遠くからフラットラインで牽制したい。これはナイス蘇生防止だね。車線管理がバガバだった。左からの被弾やばかったな。ここでイダさんと合流して二人で畳みかけましょう。ここで相手もう一人ダウン。これもう私右から詰めます。イダさん左から車線通してください。いや待てお前、ここ潰したらよできついことになるぞ。で編集中に思ったんですよね。やばいことを言うな。これカウントダウンからよく来るの分かってたんで、早く戦闘を終わらせて下がろうとしたんだね。ここ勝てて嬉しかったんですけど、その後何もできずにデセルさんにしばかれました。状況判断ミスだな。許してということで3試合目です。2試合目はどうしたんだ？詳細はナさんのアーカイブでご覧ください。動画の概要欄に貼っておくわね。溶岩鉱は半分もらえることになりました。さっさと明後日上の試練まで抜ける作戦です。成功するかは不明です。まあでも鉄板ムーブだな。物資は結構美味しいわね。ただ移動が厳しくなるので、頭使って動かないと死にます。アンチも見れるからな。確実に行こうぜ。それってあなたの感想ですよね。相方が三角形の内角の枠ライ間違えてんだよ。180度ってええよ。180度じゃないの？八角形だな。マスタースパーク？ハッケロだな。メンタリスト？大悟じゃねえよ。懐かしいゲーム持ってくんな。さて前で戦闘が起こってるので、レブウルトデを振ります。相手もちょうど終わったくらいだな。レブの強さを見せつけてやりますよ。そしてブラハノールとか。ブラハノールと本当に強いんですよね。こういう場面だと結構輝くんですよ。上にダウンしてる敵が一人かな。じゃあ下の奴ら潰しに行こうぜ。そうしましょう。私の安定しないウィングマンが火を吹くぜ。ちゃんと当ててくださいね。削れてる報告を受けたので、思いっきり前に詰めたいと思います。右でイダさんがヘイト引いてくれてるな。左からイブカシンで倒しに行きます。何を不審に思っていくのか。すごいウィングマンが当たる。炸裂してんね。お前体力大丈夫か？レブウルトだから大丈夫です。このレブウルトが切れそうなんだよ。まずまずい。栄光なったら各キルだけでも絶対入れてやるからね。やってることキモすぎだろ。あとは任せたぞー。
あの要塞突破するのは不可能なので迂回しましょう。突入。絶対嫌だわ。その後は無事にアンチ内の建物を取ることができたので、残り4部隊まで残ることができました。前方に2人か。あの部隊潰してキルポ稼ぎたいね。できるならそうしたいよね。敵が決めてくるの。めっちゃ強気だな。相手相当強いだろうなこれ。ここでレブール叩くのはナイス判断すぎる。これ刺さったら強いな。マスティフに持ち替えて落ち着いていこう。めっちゃ削られたんだけど。返されたら終わりだな。まずは左のホライゾンから。ナイスノック。後ろに置くタネルぞ。任せて。今の私超強強だから。ごめんそれはわからん。ひどい。上の部隊と下の部隊で前のザットさんを倒そうと頑張っています。ここのシーンは運営にも惹かれた伝説のシーンです。何物持ちすぎなんだよ。追い打ちをかけるように上からチャーライですからね。嫌われてもおかしくないよね。見返してみると本当にやってることキモいと思います。お前が言ったら終わりなんだよ。ここのウルト本当にいいと思うんですよ。その後スキャンしてませんが。ダメじゃねえか。全然ないない当たんない。兵と向かってない時は棒立ちでもいいよな。今のはおかしくない。おかしくない時なんてないだろ。殺す。聞いたけいな。最終縁何が起こってるかわからないんですが。ざわわしてるね。してねえよ。わちゃわちゃしてんだよ。これ上の部隊有利すぎる。とりあえず打倒ザットさんはできたな。今できましたね。問題は上の部隊ですよ。お願いだから殺さないで。これ投げ物取っといたら強かったんじゃねえの。編集中に思ったんですよね。全然じゃねえか。まあそれは本当に事実なのよね。でもレースいたからどうなんだろうね。ここでダウンか。レースを先にやっつけておくべきだったな。悟空で逃げられちゃいますからね。これ勝ちたかったね。それでもプレマス相手に検討した方だと思います。よく頑張ったと思うぜ。大会の総合順位は7位、個人級成績は10位となかなか良い戦績だったと思います。こんな規模の大きい大会に招待してくださり本当にありがとうございました。それじゃあ最後になんか一言言いなさい。アマングアズやりたいで。ご視聴ありがとうございました。ところで皆さんはチャンネル登録をしていますか？してない方はよろしければチャンネル登録をよろしくお願いします。あとついでに高評価もお願いします。また投稿は Twitter もやってますので、ぜひ Twitter のフォローもよろしくお願いします。それではまた次回お会いしましょう。